になりました。イエーイ。みなりんです。きよちゃんです。ひかちゃんです。よろしくお願いします。今回は、はい、女子ってなんでこうなの、うんうん、っていうのがテーマです。おお。男性から見た女性、なんで女性はこうなのっていう、いくつか男性から質問をいただいたので、それを今日私たちがちょっと答えていこうかなと思います。あの、まあ、彼氏とか、はい、まあ、なんかその身の回りで起きた出来事を、うんうん、全部友達に話してしまうのはどうしてですかって。え、逆に、うん、男性ってしないんですか。なんかもったいなくない、自分の中でさ、これ秘めておくってことでしょ。うん、話したいじゃん。女子的にはね、うん、そう、こんなことがあって聞いてよみたいな。女子はね、何でも聞いてほしいんですよ、ね、男子って秘めておくタイプなのかな、うん、女性は結構周りにバーって言っちゃう、うん、いいこと悪いこと全部言うよ、ね、言っちゃう、何でも言う。多分それでスッキリする。特に悪いことはすぐ言う。あんまりその男性が男友達にしてるっていうのを聞かないかも。確かに想像できないかもしれない。あんま彼女の悪口言ってるイメージなくない。ないですね。女の子が彼氏の悪口を言ってることの方が多分怖い。しかもなんかそれって悪口を言ってるんだけど、うん、なんか本当に嫌いとか思って言ってるわけじゃなくて、そこで発散したいだけなんですよ、女子は。あー、確かに共感してほしいっていうのは、うん、多分女子のその性格なのかもしれない。恋愛とかに限らずね。そうね、うん、男の人は薄化粧でいいのになんで厚化粧するのみたいな質問結構来てて、これはもう顔のレベルですよね。薄化粧が許されるのは可愛い子だけだから、うん、だってすっぴんだったらやばいね。やばいですよ。あとなんか慣れてきちゃうとなんかだんだん濃くなってきちゃうんですよ、ね、で毎日やってたら、まあ、前日のこれがこれだとしたら次の日こうみたいな、だんだん積み重なっていっちゃって、うん、確かに物足りなく感じてきちゃう。あともこれ完全に職業病だけど、うん、私たちみたいにこうステージとかに立つ人たちって光で飛んじゃったりするじゃないですか、うん、そうだね、だから基本いつも濃いけど、うん、普段プライベートで友達と会う時とかなんか逆に濃すぎちゃってるんじゃないかなって思うことがある、うん、確かに心配になるよね。なんで女子って彼氏が今何してるのか把握したがるのか、別に信用してないわけではないんだけど、まあね、なんか把握したいよね、今何してるか、うん、逆に何がしたいんですか、何をしたいっていうか答え方逆にじゃあさ、付き合ってるとします、はい、だってさ、今日何々とか言わなかったらさ、ずっとこう一定ってことでしょ。確かに何の話をするの逆に今日何してた、でもそれも男からしたら嫌だってこと。そういう場合に女性の方が今日何々があってねとかの報告が多いんじゃない、男性よりも。でも女子からしたら結構さ、今日何々とか言ってほしいよね。うん、なんかいろいろ報告あるだけで女性はそれだけで安心するんですよ、うんうん、それが嘘だとしても何か言ってくれれば安心する生き物です、女性は、うんうん、確かに、うん、逆に何してるのって聞かれるとなんかすごい、あ、興味持ってくれてるんだなって思えるから、逆になんか把握してほしいぐらいかもしれない、うん、自撮りとかするときにすっごい笑顔なのに、撮り終わった後すっごい真顔になるのに何を考えてるこれはね、シャーベットでもあるんですよ、うん、このやっぱ5人とかで出てるときに他の子が喋ってるとき、あーめっちゃ面白いってなったらスンって、あおみんとかすごいよくやるんだけど、うん、たまにコメント欄書かれてるもんね、あおみんの何分何秒の真顔みたいなイエーイってやったと思う。で、確認ですよね。そう、確認取って、うん、どうかなみたいな確認でちょっと真顔に。でも逆にさ、これ撮っててさ、こうやってニヤニヤしたらやるのも違うじゃん。それを撮って気持ち悪いと思う。これはあんまり見ないでもらいたい部分ですよね。なんで女子って好きとめっちゃ好きアピールしてくるのに告白してこないの？うん、俺は告白してほしいですよね。してほしいから言わない。そうだよ、けど気づいてもらいたいからアピールはする、うん、言ってこいよっていうね。え、みんなされたい人？そうだね、自分から言ってしまったら負けた気がしない？思いますね。負けるよね。負けたってなる。告白してくれた方がちょっと上げられてる気もするし、思われていたいよね、なんかね、うん、そう、向こうの方が思いが強いんじゃないかなって思う、そっちの方が。告白はしてください、してください。男の人がご飯に行った時に必ず怒らないといけないものですか、うん、って、うん、そんなことない付き合ってたら割り勘とか、うん、その経済的な面も考えてやるけど、困っちゃったら全然割り勘でいいけど、うん、割と声持ってくれてる、まあ、そんなに奢ってくれるって人いないけど、まあ必ずしもじゃないよね。必ずしもじゃないですね、うん、なんか逆にさ、うん、だって普通に同い年ぐらい
と言ったら、なんか逆になんか最近ね、あ、おごろうとか思っちゃう、なんかわかんないんだけど、逆に自分がおごろうって思っちゃうようになってきた最近は。へえ、けど男性がおごるもんとは別に特に思ってめちゃくちゃ思ってるわけではない。まあ、学生とかだったら全然そんなことないと思うけど、まあすごい結構いい感じに働いてる方でだったら逆に出したがるかもしれない。でもその時は女子も敬意を持って、あ、じゃあありがとうございますって言ってるので、かといってなんかそのさ、なんか女子がおごられて当たり前っていう態度の人には別におごらなきゃいいんじゃないかな。おごらなきゃいい、私はないじゃん。怒られるの嫌なんですよ。あ、そうなんだ。怒ってもらうんだったら、じゃあ次ここでは私がとか。あ、そうですそうです。怒られるんだったら付き合わないっていう、その女子はどうかと思うけど。どうかと思う。それってもうなんかお財布としてしか見てないってことですよね。それがさ、めちゃくちゃ年の離れてる人たちだったら、お金を出すこともなんか逆に失礼なのかなっていう時もある。難しいけどさ、でもそれで付き合う付き合わないっていう、もうそうだったらもうないよね、そもそもね。関係性とかですよね。まあでも、男性の気持ちって本当わかんないんだけど。でもきっと男性も同じように思ってるよね。女子ってわかんない。難しいなって。女子の気持ちだけじゃなくて、男性の気持ちをちゃんと受け取って、なんか考えてちょっとね、行動じゃないですけども、考えてあげなきゃいけない部分があるのかなとちょっと思いました。はい。考えます。ということで、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。以上、シャーベットチャンネルでした。